久保さん。いやー、さすが久保さん、まとめ、まとめてきましたね。あの動画送って何食うのかなと思ったんですけど、さすがちょっと、しかも凝縮してまとめてきましたね。さすがですね。まあ普通の人だったらね、ただ缶コーヒー飲んで終わってるだけなんで、ただまあ考えやすいようにタイトルはつけておきましたけどね。一回迷ったんですけどね、え、コーヒーっていうタイトルにするか、ちゃんとあのタイトル、 でメッセージ伝えるかっていうちょっと迷ったんですけどまあ一応ねあの久保さん以外の人も見てると思うんであのタイトルはちょっと分かりやすいようにしておきました <laughs> まあ例えばね、まあ、これを見てねこのアヒルちゃんを見てただのアヒルって思う思考するかそれともこのアヒルに何か意味があるんじゃないかという思考を広げられるのかっていうところが人との違いなんですよ 違いってどこに生まれるかっていうと見て,る見てるものは一緒で見てるものは一緒なんだけどもそこから自分のそのなんだ世界をどう作っていくのかっていう話ですねだからあのー、ねネオヒルズ塾教わってるもの見てるものはほぼ変わらないんですよ塾生さんっていうのはね全員が、うん、だけど、あのー、そこからどう展開していくのか思考をこう広げていくのか そしてその思考を広げて実際に行動していくのかっていうね。思考を広げるだだ,めだけじゃダメなんですよね。実際にそれをアクション、リアクションしていくっていう。ここのね、あの、ツーステップがすごく重要かなと思います。で、ツーステップした後は、あとは継続力ですね。だ思考力、思考力、思考力、行動力、継続力ですね。うん。 ここがね思考力、思考力、行動力、継続力。まあ、これが大事ですね。うん、でも、思考を大きくこう広げることができなければ行動の範囲も狭まるんですよ。だけどうーん、思考を広げることによって行動の選択も増えるし行動の幅も増えていくんですよ、うん。だから例えば、久保さんの事例で言うならば、まあ、そういう風に思考した。だから 人とはちょっと違う、えー、戦略を立てて、実際に実行して、でそれはうまくいってで、継続してみたいな話ですよね。だ多くの人っていうのは短編的なところしか見てないんですよね。まあ、氷山の一角しか見てないんで,で、その氷山の一角、見えないこのところをどう思考を広げられるのかっていうところが、あまあ人と違う生活をしたい、人と違う収入を得たいんだったらまあ大事かなと思いますね。例えばね、 分かりやすく言うならば、うーん、例えばね、求人票でハローワーク行くじゃないですか。ハローワーク行って、あの、じゃあ、この会社、A っていう会社はね、手取り16万だと。うんまあに基本給、じゃあ、基本給16万だとします。で、B っていう会社は基本給20万だと。で、じゃあ、短編的に普通に見るんだったら、すいません、あの、大体いい20万円ぐらい欲しいんですけどっていうわけですよ。ね。 じゃあ、その、あの受付の人はね、あ、じゃあ、20万円ぐらいだったら B 社っていうのがありますよと。ああ、そうですかと。でもね、思考を広げられる人っていうのはどういうことかっていうと、待てよと。あの、今の力量だったら、この16万の会社だったら入れるかもしれないと。うん。今の僕のポジショニングだったら16万かなと。でも、この A 社から、えー、30万取るためには何をしなきゃいけないのかな。この会社は、えー、なぜ、 16万しか払えない、払えてないのかなと。なんで基本給30万で提示ができないのかなと。じゃあ、基本給30万を提示できる会社にすれば、俺は給料50万もらえるかもしれないとかね。そう。多分ね、この思考を広げられる人は相当いないですね。い今のハローワークの事例で言うならば、その思考を広げられる人は多分いないです。ハローワークに通ってる人で多分いないですよ。<laughs> ね。思わないですよね。 だ僕もじゃあ最初からこの思考をね、今の解説をね、こういう考え方を広げられたのかっていうと、無理なんですよ。それはいろいろ考えてきて、いろんなことを実行してきて、いろんな体験があるから、今の、えー、ハローワークの,、えー、その状況を、えー、即座に、ね、思いついてこう話せるわけなんだけども、でも、そういうことなんですよ。<laughs> その違いなんですよ一般。一般の人たちっていうのは、そこまでなんですよね。だから見えるものなんですよね。見えるもの。 その案内、そのハローワークの求人票で見えるもの、そしてその案内を受けた、その人の目の前にいる人の話ぐらいなんですよね。でも違いをもたらす人っていうのは、そこまで深く回想していくっていう。で、結局、じゃあそ、そのもしもしね、そういう回想がいるんだったら、その手取り、確かに最初は手取り16万だったけど、10年後、その会社の社長、執行役員になってるかもしれないですね、その人は。 だってそういう思考で、そういう思考で,そうう思考でその手取り16万の A 社に入るわけですからね。そうすると戦略が違うわけですよ、もはや。目先の手取り16万をもらうというよりかは、この会社でハローワークで給料、ていうか、ハローワークに出さ,出さ、ハローワークに出すぐらいだったら違うとこを出すような、ハローワークに絶対出さないような会社に作るとからね。うん、多分ね。 あの大手のね、DMM とか、例えば Apple とかね、Apple がハローワークに出します。出さないですよ。わかりますだからこれ、言葉汚いかもしれないですけど、ハローワークに出すっていうことは、それぐらいのレベルでしかないんですよ。わかります ?Apple が、Apple のね、求人がハローワーク出てますか出てないですよ。<laughs> Google の求人がハローワーク出てますか出てないですよ。つまり、ハローワークに出てる会社はそこまでなんですよ。そのステージなんですよ。うん。 だ、そこまでなんか階層を広げられる。であるならば起業してるかもしれないですね。い <laughs> ってらっしゃい。